どうも、なりこです。今回ですね、恋愛の話をしたいと思うんですけど、まあ結構ですね、ありがちな考え方として、恋愛がうまくいかないって人たちがですね、持ってる特徴としてですね、束縛をするってのよくありますよね。束縛をするっていうのは、まあ例えば何時何分には帰ってきてとか、門限を決めちゃったりとか、あとは今どこにいんのみたいなのですね、しょっちゅう連絡するみたいな、まあ、束縛はしてないんだけど、すごいその居場所を確認するみたいな、そういう確認作業ですね。で、こういうふうにね、やっぱり人間ってどうしても相手を束縛したりとか、愛を確認しようとしてね、一生懸命愛してる愛してるって聞いたりとか、あるいはそういうことにならないように、好きだよ、好きだよってことを一生懸命言うみたいな人いるんですけど、本当に相手が愛を感じて関係性が深まるというか、そういう状態になるような行動って何なのっていうことをですね、調べてくれた研究がありまして、まあ、つまりですね、相手に愛を伝えたいんだったらこれやった方がうまく伝わるぜっていう。で、逆にこれやっちゃうと伝えてるつもりなのにこじらせて逆効果になっちゃうっていう、恋愛のコミュニケーションでこじらせやすい人のですね、特徴というのを今日ご紹介しようと思います。で、今回のですね、研究はですね、結局人間って人間関係がですね、一番ですね、健康のためにはすごく重要なんですよっていうことはもうね、様々な研究でも分かってまして、で、これ恋愛関係の場合も同じなんですけど、結局ですね、どういう時に人間って愛情を感じるのってことをですね、で調べてくれたのがペンシルベニア州立大学です。で、この研究だとですね、結構人によっていろんな愛の感じ方あるし、愛の形なんて様々でしょと思うんですけど、まあでもあえて調べるんだったらどういうことで人間って愛を感じるのかと調べたらですね、面白いことが分かったんですよ。で、これですね、男女495人を集めます。で、495人を集めまして、で、愛情をですね、感じそうな、シナリオをですね、60パターンぐらい用意して、読んでもらうわけですよ。例えば、パートナーに、好きだよって言われたとか、例えば美味しいご飯に連れてってもらったとか、なんかそういう感じのやつですね。あとはもうそれ以外の場所で、例えばあのペットがくっついてきたとか、人が人を助けてるね、シーンを見たとか、そういうですね、まあ何でもいいんですけど、日常的に起こる場面です。恋愛に限らず日常的に起こる様々な場面を想定してもらって、どこに愛情を感じる、どれに愛情を感じるのかってことをですね、決めてもらうということを行ったんですね。で、ランキング的にはどうなったかというと、実はですね、一番愛情を感じると言われたですね、シナリオというか行動はどんな行動だったかというと、これですね、自分が困ってる場面で助けてくれた時というのがですね、一番愛情を感じたんです。ああ、困ってる、どうしようどうしようって思ってる時に、誰かが助けてくれたと。あるいは自分の大事なパートナーが助けてくれたという時に、人間はやっぱり一番愛情を感じるそうです。これが1位ですね。で、2位は1位タイでした。ほぼ同じです。子供が懐いてきた時ですね。で、その次にランクインしたのが面白いですよ。そろそろさ、恋人の話来てよって思うじゃないですか。困ってる場面で助けてくれた時と、子供が懐いてきた時と、もう恋人出てこんやんっていう話ですよね。で、その次がですね、なんとですね、ペットが懐いてきた時なんですよ。で、最後、パートナーから好きだと言われたのはですね、なんと4位でした。はい。だから、ぶっちゃけ恋愛関係において、その愛情を伝えようとか、恋愛関係を良くしようと思って頑張ってる人いると思うんですけど、変に好きだ好きだとかですね、口で言うよりかは、その人を助けてあげたりとか、あるいは猫とか犬とか分かって、その猫と犬と夫婦とか恋人同士で過ごしてる時に、そのペットが例えばちょっとこうね、何食わぬ感じで可愛いことしてくれたりとか、こうやって来るわけですよ。で、こういう時にこれを2人で恋人同士で体験することによって、2人でこう一緒にいる時に愛情を感じるという風に持ってった方が、変に好きだ好きだとかですね、言うよりもですね、はるかにですね、効果が高いんじゃないのってことがですね、言われてるわけですね。かわいいなってことなんですよね。ちなみに愛情をですね、感じないというふうにですね、判断されやすいシナリオってのもあったんですね。これどういうことかっていうと、これやられても愛は感じないよね、でむしろちょっと嫌だみたいなシナリオあったんですよ。これ何かとですね、一つ目、自分の居場所を確認される。二つ目、いつも一緒にいたいと言われる。これやばいですよね。はい。この二つよく言いがちですよね。特にメンヘラの人は、ちょこちょこね、メンヘラの男の場合ですね、彼女の居場所を確認しようとしたりとか、あとはね、なんか発信機つけたりするのが昔流行りましたよね。で、あとはずっと一緒にいようねってのはまだいいとしても、いつも一緒にいようねってのはちょっと違うだろうって話なんですよ。まあ、ずっと一緒にいようねってのは本当ずっと一緒にいんのかお前らって話になるので、ずっと一緒にいたいにはいいんですよね。でも、いつも一緒にいたいって、で、つまりその行動を共にしたい、行動を制限したいっていうのは、これはですね、ちょっと違うよねと。まあ、ストーカーっぽいしね。まあ、だからこういうことを言う人っていうのは、基本的には、愛情を感じさせてくれないから付き合うとしんどくなります。だから、例えば恋愛した時とかって結構彼女のどこにいるとかって気になるタイプですかとか、そういう話をですね、こう、まあ、聞くわけですよ。付き合う前に気になる人がいたらね。まあ、男性でもいいし、女性でもいいんで、その時に、あ、気になって結構、どこにいるのかなと思っちゃうんですよね。いや、でも全然追いかけたりとか確認はしないんですよ。でもすごい気になりますとか言う人はですね、あ、こいつやべえなと思った方がいい。居場所を確認したいは最悪です。愛を感じないどころか多分こじれます。あと、いつも一緒にいたいっていう風にですね、私なんか付き合うとずっと一緒にいたいと、いつも一緒にいたいなっていう風に思っちゃうんですよねみたいな、彼氏が仕事に行ってる時も気になってとか、あ、はい、メンヘラ来ましたねこれみたいな感じでですね、判断した方がいいのかなと思うんですが、まあ、で、実際にですね、これやりがちな人もやらない方がいいですよ。思ってもなぜかというと、これやると相手は愛情を感じるどころか、むしろですね、愛が薄まっていっちゃうんですね。愛が壊れていくので、居場所を確認するっていうのと、相手の行動を制限する、いつも一緒にいようとするってことは愛を終わらせる行為なんで、ぜひやめましょうというお話ですね。はい。
はい、ちなみにですね、これ一応なんだおまけなんですけれども、男性より女性の方がですね、やっぱりこの愛情を感じる場面っていうのはですね、一致傾向がありました。だから男性は男性独特のですね、愛の感じ方がですね、いろいろこうばらけたりするんですけど、女性の場合は、まあ、ほぼこのランキングにのっとった愛の感じ方をするそうです。であとは協調性と神経症的傾向が高い人、つまりみんなと合わせる協調性が高い人と、あとはメンタルが弱い人はですね、愛情を感じる場面が結構一致しやすいので、まあだから女性の場合でかつ協調性が高い、またはメンタルが弱いタイプの方はこのランキングに結構ですね寄ってることが多いので、結構面白いですよね、そういう意味ですね、うん。で、一応研究者のコメントとしてはですね、やっぱりね、人間が愛を感じる場面ってね、ロマンチックの場面じゃないんだねっていう。ロマンチックはですね、一目惚れした時みたいな燃えるような愛の感覚っての作りますけど、一目惚れって実は研究であれ単なる性欲ですよってことが分かってるんですよ。まあ、だから、そういう燃えるような感情じゃなくて、長期的に一緒にいたいと思う人と、愛を育んでいくってことを科学的に考えてみると、やっぱり日常的なちょっとした愛と助けてあげたりとか、子供が懐いてくるとか、ね、ペットがこうやって近づいてくるとか、こういうですね、日常的なですね、幸せってのを追い求めていた方が、おそらく関係は良くなるんだろうと思うので、ぜひですね、猫を飼うことをお勧めします2人で、はい、というわけで今日もありがとうございました。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。